オラフトーンはドイツゲルゼンキルヒエン出身の元サッカー選手。選手時代のポジションはミッドフィルダー、ディフェンダー。バイエルン・ュンヘン時代のトーン地元の有力クラブであるシャルケレイ4の下部組織を経て1983年に16歳でプロデビュー。当時ブンデスリーが一部と二部を行き来していたクラブにあって10代にして主力選手として活躍。 身長1 7 0トルと小柄ながら攻撃的 MF として優れた状況判断力と豊富な運動量でチームを牽引した。ほどなく西ドイツ代表にも選出され、1984年12月16日の対マルタ戦で代表デビューを果たした。1986年のワールドカップメキシコ大会では出場機会はなかったが準優勝を果たした。 地元開催となった1988年の UEFA 欧州選手権に臨む代表メンバーにも名を連ね、グループリーグのデンマーク戦でゴールを挙げている。1988年にバイエルンミューン編ンに移籍。ゲームメーカーとして攻撃陣の中核を担い、移籍初年度から2シーズン連続でリーグ優勝を成し遂げた。 1990年にはワールドカップイタリア大会の代表メンバーに選ばれ、自身は2試合の出場に止まったものの同国の3度目のワールドカップ優勝を経験した。なお、準決勝のイングランド戦では、PK 戦の4人目のキッカーとして登場。これを確実に決めに大会連続の決勝進出に貢献している。1994年からは故郷に戻りシャルケレ4に復帰。 この頃からリベロにポジション転向し、積極果敢な守備と前線への正確なパス供給、高記事の鋭い攻め上がりでチームを牽引した。1997年には UEFA カップ準決勝の CD テニリフェ戦のセカンドレグではニアシストを決め、決勝進出に貢献、決勝のインテル戦でも2戦ともにフル出場、存在なくして優勝は 語れない活躍でインテルを破り、クラブに初のヨーロッパタイトルをもたらした、の獲得に貢献した。約4年間代表からは遠ざかっていたが、シャルケでの活躍、マティアス・ザマーの怪我によりドイツ代表に復帰、1997年9月10日、ワールドカップ予選のアルメニア戦で先発フル出場した。1998年には、 ワールドカップフランス大会において自身3度目となる代表選出を受けリベロとしてグループリーグの3試合に出場第2戦のユーゴスラビア戦ではオリバー・ビアホフのゴールをアシストしたしかし決勝トーナメントではローター・マテウスにポジションを奪われた2002年に36歳で引退翌2003年1月にシャルケのホームスタジアム アレイのアウフシャルケで行われた引退試合には6万席以上の客席が満員となるほどのファンが詰めかけた。ブンデスリーが一部では通算443試合83ゴールの成績を残した。引退後はシャルケ04の監査役を経て2010から2011シーズンにノルトベストファーレンシュ習リーグのヒュルスの監督を務めた。ありがとうございます。